ストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞老説委員の鹿間光一さんですさあ今夜は何が見えたでしょうか今日はねもうストレート言っちゃいますけどもうあのー、この間お亡くなりになった <coughs> キューバのカストロさんのお話を、うん しよううと思うんですけどもタイトルにね「最も狙われた男」と書いたんだけども、えー、まあカストロさん,うんそのキューバ革命を起こしてキューバの指導者になってからですね、はい、えなんと638回。 暗殺計画があったとであのー、これは2011年かな <laughs> ギネスブックに申請しようとまでしたという <laughs> 誰が申請するのか知らないけども、はい、まあでも、うん、暗殺計画ですからね実際にあったかどうかっていうのはなかなかあるでしょうけどもまあ実際にはギネスに登録されてないんだけども、はいあのー、確かにいろんなところで、うん、そういう狙われた人であったことは確かでそのほとんどはですね あのーまあ、キューバ革命を起こした時にキューバからアメリカに亡命した人たち、はい、でしかもその、まあ、キューバにあった自分の <laughs> 財産というんですか資産を奪われた、はいまあ、そういう人たち。 あの一番有名なのはです、ね、キューバ革命のすぐ後にですに、ね、ピックスワン事件というのがあって、はい、これはあのー、そういう文明キューバ人たちが組織だってその政権転覆を狙ってキューバにです、ねえーまあ、進行しようとした、うん、それを、まあ、アメリカ政府というのか CIA、ね、が、あのー、バックアップして非常に大がかりな政権転覆の、うん <coughs> まあ、事件を起こそうとしたというのがあるんだけども、まあ、そういうこと と含めてです、ねまあ、何回もです、ね、命を狙われた人、うん、でそこまでなぜそこまでねあの恨まれた狙,狙われたのかというとですねやっぱりアメリカなんですねアメリカとしてはその一番近いところ、うん、まあよく「あの望もと」という言い方をしますけども、うん、アメリカ大陸の本当に近いところにですねいわゆるその社会主義国家ができたと。でしかも あのそこにソ連がです、ねえー、ミサイルを持ち込んで、えー、核戦争の一歩手前までいった、うん、そういうその恐怖心というんですか、ねうん、それがいつまでも抜けきれなかったということがあると思うんですね、はい、あのだからカストロさんがいなくなって要するに前のような元のような政権に戻ればです、ね、アメリカも安心できると、うん、だからそのアメリカ政府としてはですねなんとかその、えー、カストロを排除したいんだと。でそれをまあのような そういう機関がですね、これは暗殺のすみつきを得たんだということで、うん、何とも何ともね計画を立てたという事情があったんですね、うん。はい、でなぜそのカストロさんがそこまでそのアメリカと対立するようになったのかで。で元々そのキューバ革命というのはですね当時のバチスタ政権という独裁政権でこれを倒すでのが目的。 でまあカストロそれから、まあ、チェ・ゲバルっていうね、はい、非常にその、えー、親友関係にあった、うん、その2人がですね手を組んで放棄をして成し遂げたであのー、ワシン政権を打倒した当初っていうのはですねカストロさん自身はそんなにその反米的ではなかったわけですね。 でむしろその経済的にはやっぱりその、えー、アメリカとの関係を断つとです、ね、キューバとしては自立できない、うん、あのキューバってその当時でもその例えばアメリカ資本のカジノホテルとかです、ねはい、あるいはその観光地としてです、ね、アメリカからの,そのお客さんがたくさん来てる。 場所でしたよね有名なのはまあヘミンェイがねあの住んであそこでまあ名作を書いた場所なんだけども、うん、そういうことであのそんなにその即反米政権になろうというしたわけでもないし、うん、社会主義国会になるとしたわけでもないただ、あのーまあ、政権を握ってすぐにアメリカに行った時にですね 当時ののアイゼンハワー大統領というのはあの合わなかったで、うん、ニクソンさんという人が当時副大統領彼があったでアイゼンハワーは今ゴルフしてるから会えないよみたいなことで,ですねそっけなくその追いかいを、まあ、あの突っ張ねたっていうエピソードがあるんですねでその時から何だとアメリカの野郎っていうことになって国に帰ってですねいわゆるそのアメリカ資本のです、ね、財産を全部没収してしまってそれにアメリカが起こったわけですね。 で1960年にそのニューヨークの国連総会に乗り込んだ時もアメリカはもう嫌がらせ嫌がらせでね、うん、あのホテル代は高くついてしょうがないからっつって国連本部の前の庭にテントを張ったりとかですね、うん、だからまあ帰りの飛行機を差し押さえてねあの帰れなくしちゃったとかでそれにすり寄ってったのがソ連なんです、はい、でフルシチョフさんという当時の首相が桂さんを訪ねてってあの要するにお家が手を振ってお。 ジャスケしてやりますよとだそういうことがなければね僕はあのカストロ政権っていうのはそこまで反米にはならなかったでかつて言えばそ,のそんなに狙われる男にもならなかったんじゃないかだから歴史っていうのはねちょっとしたボタンのかけ違いがねん随分後まで大き引くなっていうのはね今回カストロさんが亡くなって一番感じたことですね。アンカーマンカマの目でした